はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エリキブログです。私たちは京都の宇治に来てます。まずは平等院に来てます。平等院はなんで有名かというと、これだよ。十円の後ろに平等院が映ってる。皆さんが知ってました？ほとんどの日本人は知ってますと言うけどね今日もね、めちゃくちゃ天気がいいんだけど、暑いぐらいそうで、人もね、まあまあいるんだけど、昨日嵐山に行ってて、嵐山と比べたら全然人は少ない。平等院にめちゃくちゃモダンなミュージアムがあってなんかこの昔の伝統とすごいモダンなミュージアムの掛け合わせがなんかね興味深かったけど、そうだね。ただ撮影できなかったから。今これ平等院報道の裏側かな。裏側だね。屋根の上にチキンがある屋根の上にチキンが、鳳凰がね乗ってるんだけど、ちょっとズームが弱くて撮れなかったで、あのミュージアムの中にもね鳳凰が2匹いたけど、レプリカなのかな、あっちが本物なのかな、ちょっと分かんないや。そう、タカが呼んでくれないか情報。今平等院から出て川沿いに今ちょっと散歩してるけど、とりあえずご飯タイムだから、ちょっとレストランが見つけるかを探しましょう。ここの川沿いの雰囲気めちゃくちゃ良くない？すごいね、なんか屋形船みたいなのも出てる。ここでなんか鵜飼とかもやってるらしい。あ、そうなんだ。わ、これめちゃ雰囲気いい。ここで食べよう。テンチャルそば、ジャンチャそば、うなぎ。わー、おすごい。へー、めちゃくちゃ雰囲気がいい。すごいじゃん。で、なんか外だけど中って感じ。なんか。めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。うなぎソース雑炊。うなぎ雑炊ソース、ソースじゃなくて雑炊。あと雑炊じゃなくて雑炊。あのイントネーションがちょっと違う。わかりますね。で、温かくなることを待たなきゃいけないから、まずはここの茶そば。茶そばになんか生のうずら卵が入ってる。京都とか関西はそばつゆになんかうずらの卵を入れる文化があるんですかね。奈良に行った時も入れてたもんね。茶そばめちゃくちゃいい色じゃん。そうでしょ、グリーンの。うんうん、美味しい。はい、ありがとうございます。親子丼も来ました。タカはがっつり食べたいって言ったから親子丼と茶そば。あとちなみにレナがね、メガネ持ってきてくれなかったからサングラスが外せません。あ、なんか熱くなってきた。卵入れよ。本当だ。ちょ。え？違う。あ、そうやって落とすの？いや、わかんない。人によっては何、こっちに落としてこう混ぜてからこうさーっと入れたり。あ、そういうこと。じゃあもう。うん。うん。うん。焼けたんじゃない？でも味が好きになった。ああ、でも京都はそれが有名でしょ、ね、だから名古屋と比べちゃうとさ、もう多分どの地域行っても味薄いと思うよ。私は味濃いのが好きかな。どうした？食べ終わりました。ここの橋を渡ります。何橋だろう。何橋って書いてあるんじゃない？肥前橋。肥前橋、いやめっちゃいいよここ。ああ、ここは宇治公園。京都府宇治公園。こう川に挟まれた、何、こう中島みたいになってる、ね、そうだね。
抹茶タイムです。ここの有名な福寿園宇治茶工房で、なんかいろいろ体験とかもできるし、もちろん美味しい抹茶とかも楽しめるし、このお店の中の雰囲気めちゃくちゃいいよね。いろいろお茶宇治の宇治茶、今ちょっとお腹いっぱいで、抹茶のカフェもあるんだけど、ちょっとねお腹いっぱいで食べれないから、はい、今はちょっとスタバのフラペチーノの気分。タカヒロ何、スタバのフラペチーノはいつでも飲めるよ。違うよ、ここでできた最高級の抹茶を仕入れて抹茶フラペチーノを作ってるはずだから。じゃないんじゃない。わかんない、大丈夫。スタバ禁止、スタバ飲みたい。今日はスタバ禁止。この宇治の町を散歩したら、全部のカフェはなんか抹茶のカフェ。そうだよ、こっちも抹茶カフェ、あっちも抹茶カフェ。団子、抹茶団子、お茶団子。ありがとうございます。それぞれ味が違う。煎茶、抹茶、抹茶、ほうじ茶、よく食べれるね。お昼ご飯食べたばっかで。抹茶が一番美味しかった。めっちゃいい。こちらの通園が最も古い茶屋らしいです。そうなんだ。カフェでいろいろ抹茶のスイーツを楽しみたいと思います。よく食べる人だね。デザートが来たよ。抹茶サンデー。うん、あったかい。え、あ、でもこの小倉と抹茶のコラボレーションうまい。もちろん団子と抹茶のコラボレーションもうまい。何だ、モカ人の食べ物だよ。うん、ごちそうさまでした。宇治はちなみにもう一つのことで有名、これ源氏物語を書いた紫式部さんの像かな。なんかお金乗っけてる、みんな。はい、よろしくお願いします、はい、で宇治で最後に一回ぐるっと終わるところが、こっちの平等院に向かう表参道をちょっと歩いて、やばいよ、ここ歩いたら 100% のお店が抹茶だよ。そうだよ、もう何でも抹茶、抹茶そば、もちろんお茶、全部抹茶、抹茶のデザート、団子、いろいろなんか試してみたいけど、もうでもお腹いっぱいで食べれない、本当に食べれません。終わったね、表参道終わった。もうここは平等院の入り口だから、あっちにスタバがあるよ。行く？ちょっともうスタバ飲めない。はい、ということは今から車に戻って家に帰ります。宇治の動画が楽しかったなら、ぜひいいねボタン押してください。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。